松田の山内隆社長は10月31日の決算発表で中国での今期の販売計画を機種時点から8万5000倍下方修正したと明らかにした。営業損益段階で下期に100億円くらいの悪化影響になるという。松田は当初、 今期の中国販売を25万5000台、前期比14%増とする計画だったが、8万5000台、少ない17万台に、下方修正した。山内社長によると、10から12月期で前年同期比4割減、2013年、1から3月期は、同2割減と見込んでいるという。この影響から、松田は31日に、 今期の連結営業利益予想を50億円、下方修正した。中国での悪化分との差額50億円について、山内社長は、CX-5 や、近くグローバル投入する新型松田6、日本名、アテンザの各販でカバーしていくと、